YOASOBI 新曲アンデッド初見で叩いてみたということで、 YOASOBI さんの新曲が出たということで、ドラマーの私が曲を知らない状態でドラムをどれだけ叩けるのかみたいなね、そういうチャレンジをさせていただいてるんですけども、 YOASOBI さんの曲はね、今までもたくさん叩かせていただいておりまして、一番最新はビリビリかな、叩いていきましたが、数々の大失敗を経験してきました。 YOASOBI さんの楽曲ではね、 YOASOBI さんってね、やっぱトリッキーな楽曲が多いんでね、いつもね惑わされたりしちゃってるんですけど、最近ので言うと放送のフリーレンの勇者を、ね、叩かせていただいた時は大事故がね起きたんですけど、ね、めっちゃ本気で叩いてって言われてるんですけど、実はショートでね本気で叩いてみてあげてます。なのでちょっとその動画でいいなと思った方はね、実はねショートとかもね見ていただきたいななんて思うんですけど、今回もアニソンなんかな。今回ですね、物語シリーズのオフ&モンスターシーズンの主題歌らしいですね。オフ&モンスターです。物語シリーズなんで、化け物語かな。もう全く新しいストーリーなんだろ、それともそういうのの続きなんだ。続きとかなんじゃないですか。続きなん、結構昔のアニメじゃない、化け物語とかですか。僕ら高校生の時とかじゃないでしたっけ。オフ&モンスターシリーズ、なんかちょっとないですか、あらすじみたいな。このシリーズね、名前が読めんのよね、ちょっと調べますよ。名前なんてね、読めん方がかっこいいけど。そうね、中学3年生になったアララギ月日は、アララギ月日、なんか聞いたことあるぞ名前。俺の友達の VTuber のベルベットホワイトデーが、僕の名前はアララギだって、なんか分からんのにずっと言った気がする。そのアララギじゃない、多分。さ、今日も変わらぬ日常を過ごしていた。月日の監視を続けているオノノキヨツギだったが、オノノキとかアララギとか、少しの油断から初めて重大なミスを犯してしまう。事態を解決するべくヨツギが向かった先は戦国なでこの家で、で終わります。なるほど。俺そのシリーズはちょっと見たことはないんですけど、戦国の時代に行っちゃうから、安土桃山に。全然違う。でもモンスターって言うけん、なんか異世界に飛ばされるんかな。そういうやつじゃなかった気がするよね。やばいやばい、その物語知っとる人からしたら、あ、違う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 って思われるのか。でもちょっと世界観だけ見たいな。なんかそのちょっとでもさ、そのヒントが欲しいけどさ、その今回の曲のジャケット見ていいですか。ちょっとわー、ボカロのイラスト感あるね。こういう曲ありそうじゃないですか。うん、しかも多分妹じゃない子ですね。オノノキヨツギ、オノノキの方かい。歌詞見てみましょう。歌詞ちょっと歌詞から曲を予想してみましょう。いきますよ。アンハッピー、悩む人の恋をアンラッキー、ビーハッピー、生きてるんだし目をそらした過去も、退屈な未来もカウンセリングやれやれ、ここの東西やピースピース、ねえなんだかどうして、ここサビやろ、ねえなんだかどうして戦っているような、そんな気がするの。これ絶対違うわ。絶対違う、これ怒られるわ、こんなこと言ったら。ねえなんだかどうして戦っているような、そんな気がするのみたいな。触れれない、触れたくもない、過去の自分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 と、とっくに死んでる透明な亡霊との対決。わかんねえ、わかるか。でも、多分乗りやすい曲なんじゃないですか最初さ。アンハッピートットパンストットドンストットパン、アンラッキートットパンストットドンストットパン、ビーハッピーみたいな感じで。ぐらい長くない歌詞が。お、ほんとめっちゃ歌詞の曲が長いんかな。バス&フューチャー、まあラップが入ってるってことはビートも乗りやすいはずなんで、バラードでラップってなかなかしないじゃないですか。だけど、まあ今回ドラムは結構叩きがいがあるんじゃないかなと予想してますね。当たるんじゃないですか。どれですか。なんで見てるんです。最近さ、ライブやったやけど、ライブハウスのスタッフさんが看板を作ってくれるって、なぜ見てるんですせっかくね、ちょっとなぜ見てるんです書いてくれたので、ちょっと久しぶりに言っとこうと思って、前の動画かなんかでも言ってたんですけど、もうライブやってきて、超楽しかったんですけど、まだやるんでね、ちょっと告知を待っててくださいって感じなんですけども、ライブ始まる前の、なんか BGM 何にしますって言われて、自分の曲のアルバム流してもらったりとかもいろいろできるんですけど、お任せにしますかって言ったら、仮面ライダーメドレーにされてましたね。もし誰も気づいてくれとか、なんか、エイトカウントでいきまーす。ちょっと、ちょっと、
そう、今までの YOASOBI にはない感じだけど、なんか YOASOBI らしさもある感じで、電子音強めで、ラップパートもね、あって、ノリノリな曲なんじゃないですかって言ったけど、それを超えてくるくらいのノリノリ声で、アンラッキー、アンハッピー、ちょっと合ってたんじゃないの、さっきしょの。なんか俺、そんなこと言ってなかった。アンハッピー、悩む人の声を、アンラッキー。いや、でも、今回ちょっとびっくりしたんが、いくらさんの声が全然違った。カメレオン歌手なんですかね。それともフューチャリングがいる？すごい。ここはマスってマジ無理やった。さすがにここに倒されてーとてんてんはね、ちょっと当てんの絶対無理やった。なんかシンセが今までちょっとマッシブ感があったような感じするのかな、あやかさんの曲って。なんか結構今回セラムみが強いというか、アレンジ何か入ったんかな。そうだよ、なんかセラムっぽい音がめっちゃする。ほら、ね、サンプルかな、外国人のね、多分。そう、死んじゃいなって言われた。見えたかな。初見ドラム殺しということでね、あの岩澄さんの楽曲今までもねたくさん叩いておりますし、この動画いいなと思ったらぜひ昔の動画チェックよろしくお願いします。あ、今ねちょっと多分音源しか上がってないと思うんですけど、アニソンならね今後ねノークレジットオープニング上がったり、ミュージックビデオとかも上がったりするかもしれないんでね、ぜひそちらもチェックよろしくお願いします。そして私もボカロ P やっております。最新曲、プロジェクト世界に楽曲提供したサイバーパンクデッドボーイ、ぜひお聴きください。あと TikTok でね最近なんか使ってる方が多いらしくて嬉しいんですけども、キングスレイヤー、こちらもセルフカバーぜひお聞きください。よろしくお願いします。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ふざけるな、バイバイ、バトメロディ。疑えよ、大概嘘ばかり。無限な幻想でも理想でもいい。君の痛かったものはどうしたんだい。いつまでもオーライ、嘘じゃない。Shit.
というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。そう、今日さスタジオでねアルドラム叩いてるんですけど、自販機のコーナー行ったらさ、あのマイキさんですかって話しかけてくれる人もいて、ああって言って、そしたら、まあ、どうやら歌い手の方で、まあ、そのスタジオ使っと、ね、その歌い手の方で、あの化け物信者歌ってくれてる歌手やって、マジ、そうなんすかって言って、ありがとうございますみたいな感じで、化け物信者の歌ってみたって言ったらニコニコで一番上に出てくるらしい、で、あ、ありがとうございますみたいな、後で見ますみたいな感じだったんやけど、あのニコニコサイバー攻撃されとって、まあ、その人の歌も聞けっていうせっかく教えてくれたのに、ニコニコって大変なことだったニコニコね、大変なことだったのに我らがニコニコで、なんか陰キャが化け物信者歌ったってみたみたいなさ、そんなタイトルで出しとうらしくて、見た目ゴリゴリやったけどね、それ嘘つきやんと思ったの。炭まみれってこと？え、そこまではないけど、そういうこともあるよね、音楽でね、人といろんな人とつながってってね、いい出会いもありますからね。の思い出の場所やしさ、もう俺だってさ、あのニコニコでアンチジョーカー出して、あの初作品で、あの伝説入りって結構なんか稀なことらしくて、ああそうなんや、それをねちょっと肩書きみたいにさせてもらっとったことにしたのにさ、うん、頑張れニコニコ、俺の肩書きを守ってくれ。明るさがさ、心霊版コムドットみたいになってるからさ怖い話もする、怖い音楽流しててほしいぐらい、怖い BGM と怖かった、最近怖かった話だけあるよね。俺いつもこの心霊系でいつも一番怖えなっていうお話があるんやけど、まあ俺は基本的に信じてないんやけど、もう明らかにそんなわけあるかみたいなさ、そんな嘘やんっていうか、その明らかにそれ違うやんみたいな話あるよ、そういうのを本当にあったことなんですみたいな感じでマジなペースでさ喋るこの心霊系の人とか本当にするやん、その人の心が怖いな俺はどういうつもりで言うんか、いや本当になんかもうなんか思い込んじゃって、なんかそれはそれで怖いし、俺の作り話で怖がれ視聴者よみたいな、その魂胆も怖がれ、全然心霊よりなんかその人の心の方が怖いね。まあ俺幽霊ってその基本的に信じてないんやけど、まあでも死んだ後のことはさ、死んだ人にしか分からんけどさ、まあそういう世界がもしかしたらあるんかもしれんし、自分の大切な人が死んだりしたらなんか安らかに眠るんかね、極楽へ行ってほしいと思うけど、基本的にないと思うよね。そうやな、いやし、なんか世界各地でさ心霊現象ってあったりするけどさ、形とかも違うわけよ、アメリカとかやったらさ悪魔ってこうおったりしてさ、日本で悪魔に取りつかれてる 見たことないもんね。ないない。いやし、本当にその心霊系のことが、それこそ呪術廻戦的なさ、もうなんか呪いだとかがさ、なんか霊みたいなことが、殺人とかが起きとるのはさすがニュースになるって、そうなんです、ニュースになる、事件になる、警察が動かなあかん、そんなことで人が死んどったら、大丈夫、普通に生きてて幽霊って怖がるの、不審者とかの方が怖かった方がいい、うん、電気信号ですから人間なんて、まあ、怖いなって思い言ったらね、まあ、水槽の脳みたいな話もありますからね、うん、思い込みで人格だって変えれるし、正直性格も変えれるよ本当は、脳いじったらね変わるって言うよね、俺もね壊れとうけんさ酒の飲みすぎで、まあね、酒とかはねやっぱ脳の機能をちょっと鈍らせたりするんかな、あれは海馬がもうしんどるけどいやし、見えるものだって多分変わってくるしね、ちょっと怖い話とか聞いた後に物陰が動いたら怖いなって思うし、もちろんそれを、俺もさっきそんなこと言ったけど、夜一人犬鳴き峠で歩けって言われたら嫌やねん、それは嫌、やっぱその感情一つでさ物事の捉え方変わりますから、悪霊とか言ったりするやん、うん、ほんまか、ほんまに見えてるって思うけどね、それあれビジネスやん、いやまあ言ってしまえたらそうなるかもしれんけど、まあ、霊感がある人はごめんなさい、あの正直信じてないんですけど僕は、あの霊感があるっていう方いましたら、そう見てほしい、まあ、動画越しにこのねレンズ越しに見えるかは知らんけど、見てほしい、霊がついてるとか言うんだったらめっちゃ言いたい、悪い霊ついてますよとか言うんやったら自信を持って言いたい、俺超人生幸せ、会いてえな、自分の知らない世界をさ見るのってすげえ新鮮で、なんか楽しいなって思うけんさ、それ目に見えないもの怖がっても仕方ないよね、しょうもないけんね、見えんなよ、目に見えるものを怖がった方がいいけんなの、税金とかさ怖いね、ちょっと怖い、今日一怖かったよ